職業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は先日行ってまいりました。どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃんツアーの感想についてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。はい、ということでですね、本日はなんと、私が初めてイコラブちゃんのツアーに参戦したということでですね、今まで在宅オタクを極めてまいりました。行ったことがあるイベントといえば、イコノイフェスだったり、イコラブ会だったり、どうしてもイコラブちゃん単独のツアーには行けていなかった私でございますが、今回ですね、東京渋谷での公演に当選いたしまして、しかも、激アツな夜の部に当たったということで、その時の感想だったり、ネタバレにならない程度にお話ししたいなと思います。まずですね、九州のど田舎で育った私は、在宅オタクを極め続けていたため、アイドルちゃんの現場に、コンサートに足を運ぶということはですね、本当になかなかなくって、でもこの度、やっぱりイコラブちゃんっていう本当に神推し的グループができてしまって、今回行こうっていう風になって、川崎の部で外れたんで、渋谷の方でですね、当選して、しかもなんと夜の部に当選して、これワンチャン MV 解禁夜なんじゃないみたいな、昼かな夜かなみたいな雰囲気になってた中、ちょっと私早めに現場に到着して、いろんな方にね、お話お伺いしたりしてたんですけど、声かけてくださった皆さんが、お昼は発表なかったんで夜に託しますみたいなこと言われて、なんだそれみたいな、もう緊張と、もうドキドキがやばいみたいな感じで入ることになったんですけど、席から説明したいと思います。席、残念ながら3階の3列目という、まあ、3列目なのはすごく良かった。だけど3階席ということでですね、かなり、客席からステージが遠いです。ですが、ドームツアーとかで端の方で見るのとは違って、やっぱり箱自体もそんなにめちゃめちゃ広いっていうわけではないので、そこまで距離は感じなかったんですが、やはりイコラブ会で、本当に私4列目だっけな、イコノイフェスの時もバックステから最前っていうありえない席だったので、ちょっと物足りない感じはしましたが、そんなことをね、言っていたら贅沢すぎるので、ちょっと3階席っていう経験も今回できてすごく嬉しかったです。で、席としては、ジョエリで見てたので、周りは女の子たちばっかりで、結構いろんなこの推しがなんかあんまり被ってなくて面白かったです。ということで、ちょっと現場初レポートしていきたいんですけれども、ちょっとね、まとめてきたので、それを順番に読んでいきたいと思います。これは、ネタバレではなくて、一般的な感想になるので、ぜひまだライブに行ってないよっていう方も楽しんでいただけたらなと思います。1個目。T シャツを着てる子が少ない。私今回のツアー T シャツをね、着て参戦させていただいたんですよ。T シャツになんかジーパンみたいなスカートみたいな、キャピキャピな感じで行かせていただいたんですけれども、T シャツを着てる女の子めっちゃ少ない。いや、いますよ。いるんですけど、もうね、みんなね、参戦服が衣装なの。めっちゃ可愛いの。で、私が前着ていたノエミーの衣装のワンピースを着てる子もいたし、ザ・フィフスの衣装着てる子もいたし、なんかいろんなワンピースなんですけど、もうなんならほんとこういう格好で着てる子もいるし、ロックバンドを見に行く人たちってやっぱり T シャツを着てみんなでイエーイって感じじゃないですか。まあ、それも一概には言えないんですけどね。だけどそういう雰囲気ではなく、割とみんなもうおしゃれ、気合が入った服装で来られてて、で、それを見るのもすごい楽しかったんですけど、なんか本当会社帰りとか、平日っていうのもあったかもしれないんですけど、会社帰りの OL さんとかでもフラッと立ち寄れそうな雰囲気があって、新規の方でもね、来やすい会場なんじゃないかなと思いました。だからグッズ持ってない疎外感とかも感じなくていいと思うし、なんならその公式のペンライトじゃなくて金ブレで来てる子とかもかなり多かったので、割と、まあ私は公式で参戦したんですけれども、なんかその公式で固めてこないといけないみたいな謎の雰囲気とかはなくて、みんなが来やすい雰囲気なのかなと思いました。うちわも規定外うちわみたいな、このサイズよりも大きいのを使うと他の人が見えにくくなるから禁止みたいなのがあったりするんですけど、連番うちわっていうんですかね、こう繋がってるうちわを持ってる子もいるし、なんかそこら辺の規定もまだ始まったばかりといってももう5周年なんですけど、なんか始まったばかりだからそういう規定が少ないのかもしれないし、まあ、今回のねイコールラブさんというグループは前代未聞の女子ドルなのに女子オタがかなり多いっていうグループなので、そういったまだ規定が浅くてみんなそれぞれ好きな格好だったり好きなものをね持っていってるっていう雰囲気はありました。でもそれは悪いことじゃないと思うので、まあ、みんなの迷惑にならない程度にね楽しめばそれでいいんだと思います。はいがびっくりした1個目。そして、皆さんコスプレだったり髪型に気合が入ってました。私何人かの方と会場入り前にお話しさせていただいたんですけど、結構髪の毛を今日セットしてきましたみたいな子とか、もうバチバチに決めてる子がすごく多くて感動しました。こんだけみんなメイクアップしてきてくれたらもう推しも嬉しいんじゃないかなっていうぐらい、みんなのそのドレスアップだったりヘアメイクアップが気合を感じられるもので、もう誰がアイドルなのか分かんなくなっちゃうぐらいお客さんも可愛かったです。もちろん男性の方もたくさんいらっしゃったんですけど、男性だから T シャツ着てるとかでもなくて、意外に本当に私服の人が多いんですよ。だからなんか私服をこう見てもらって覚えてもらうみたいな方も多いのかなと思ったし、とはいえ名前をね書いた T シャツだったり今回のツアー T シャツを着ている方ももちろんいらっしゃったので、なんかその辺面白いなと思いました。イコラブちゃんのトートバッグ今回出てるじゃないですか。あれを持ってる方はすごい多いなと思いました。続いてびっくりしたこと、コール文化がわからない。はい。今コロナ禍ということもありまして、コール打てないと思うんですけど、私基本的にちっちゃい頃から地下ドルだったりとか、あとなんか結構ズブズブなアイドルをいろいろ見てきてたので、ザ・コールみたいな3連ミックスとか打ちたいタイプなんですけど、ジョエリから見ている私がね、ここで打つんだろうなっていう振り方をペンライトでしてたら、周りの子はね、全員振りコピをしてるんですよ。だから、あ、これダメだ、打っちゃダメなやつだと思って、いやもちろん声は出さないですよ。でもペンライトで、みたいな感じでやるじゃないですか。で、それが、やってる人がマジでいなかった。まあ、それはジョエリだからかもしれないんですけど、皆さんどうですか？ジョエリじゃない方とか、一般席、そして加盟戸籍の皆さんってどういう乗り方してるのかすごく気になるんですけど、まあ、噂によると、イコラブの現場では別に特に決まりはないと。いうことなんですが、ただ、さしこちゃんとかが現役でやってた時は割とコールを煽ったりしてたと思うんで、なんかコール文化っていうのはコロナ禍が明けてもなくならないでほしいなっていうのは自分的にもあるんですけど、もうその発想自体が古いのかな、どうなんでしょう、わかんないんですけどね。ただ、コール打ちづらかったので、私はジョエリーに向いてないのかなと思ったり、振り付けをね、まあ、シュキピとかはこう踊れるじゃないですか。あと、ピョークレコーションとかはこのノリがあると思うんですけど、それ以外で例えば、まあ、滅場とか、めちゃめちゃ打ちたくなったんだけど、誰一人としてそのノリでいてなかったので、もしね、女歌でコール打ちてっていう方がいたら、もうコメント欄で教えてください。一緒に見ましょう。連番したいです。続いて、紫ペンライトの概念が難しい。今回使ったこのね、公式のペンライトなんですけれども、よりちゃんって、面からが紫なんですけど、紫色がなんか現場に行くとね、目の調子がおかしくなるのかわかんないんですけど、紫が分かりにくいんですよ。で、ピンクみたいな色だったり、なんか赤紫っぽいのと青紫っぽいのがあって、で、周りにいおり推しの人がいたんで、その人を見てると、金ブレだったんですよ。で、金ブレは紫の色があるんですよ。でも、イコラブちゃんのペンライトで紫っぽい色が、もちろん紫の概念の色はあるんですよ。順番にね、こう、つけていくと、いおりちゃんの色が出てくるみたいなんで、紫の概念はあるんだけど、なんか現場で振りましたとピンク感があるんですよ。だから、私大丈夫かな？これピンクに見えてないかな？これ、客席から見てもどう見てもピンクだし、ステージから見ても、これピンクに見えちゃわないから大丈夫そうみたいな感じでちょっと不安になりましたけど、そういうものらしいので、安心しました。でもちょっと初めての現場でね、緊張っていうか、なんかこの色で大丈夫なんかなって。イコノイフェスの時は野外って昼間だったので、ペンライトつけなくてよかったんですけど、ちょっとね、それ戸惑いました。これあるあるなのかな？続いて、3階席でいいところもあって、それは何かというと、フォーメーションがしっかり見れたというところで、特に新曲ですね。新曲のフォーメーション、もちろんマイカちゃんがセンターなんですけれども、ひとみちゃんがもう裏センターをしっかり張ってて、ひとみちゃんの立ち位置が全然悪くないっていうことが、上からだとね、かなり見えるので、思いました。3階だとフォーメーションのチェンジとかを楽しめたりとか、こうなんなら階段登っていってるメンバーとかもしっかり見えるので、そこも面白かったなと思います。続いて、これも3階席あるあるかもしれないんですけど、みんなね、大きくね、こう、上に向かって手振ってくれるんですよ。それ全部自分に振られてるような気がします。指針でしょうか。3階席はね、双眼鏡必須なんですけど、もう手振ってくれてるのは全部自分だと思っちゃいますね。あんまり、こう、それこそイコノフェスの時とか私最前だったんですよ、バクステから。だから、いおりちゃんは近くの人には手を触れない、緊張しちゃうっていう風にこの前ショールームで言っていたんですよね。なので、遠くに振られてて全く目が合わなかったんですけど、逆に合わせてくれる子はもう狙い撃ちで目を合わせてくれるわけなんですよ。だけど、3階席はもう狙い撃ちとかできないじゃん。多分さ、眼中に全部入ってくる感じじゃん。多分向こうからしてもきっと。だから目には入ってると思うけど、この子みたいなのはなかなか難しいと思うので、こう、大雑把に手振ってくれる印象があるんですよね。わかんないよ。ちゃんと狙ってるかもしれないけど。だから全部自分だと思ってます。ポジティブシンキング。あと、これは上から見てて思ったことなんですけど、なーたんがリアルキティちゃん。もう、なーたんの動き方やったりとか、手の振り方とか、あとこうリボンをね、2つつけてるところとかを見ても、めちゃめちゃ可愛くて、もうぴょんぴょんしてて、キティちゃんやんっていう風に思いました。すっごい可愛かった。やっぱなーたん尊いな。めちゃめちゃ尊いなと思いました、現場に入って。そして、アンナちゃんのダンスがうめえ。ダンスシーンがあるんですけど、って言っていいのかわかんないんですけど、ダンスを踊るじゃないですか、みんな。で、その時に、もうね、私もともとヒップホップとかダンスを10年ぐらいやってたんですけど、アンナちゃんダンスうまい。アンナちゃんは、もう普通にこうパフォーマーとしても活躍できるぐらい普通にうまくて、なんか見入っちゃいましたね。だから現場に行って、こう、惹かれちゃうメンバーの一人なんじゃないかなっていう風に思いました。私的現場ナンバー1は花ちゃんなんですけど、花ちゃんはね、ファン差がすごく素晴らしいので、見てて楽しいんですけれども、その花ちゃんと並んで、アンナちゃんもパフォーマンスという点で、かなり楽しませてくれるので、素敵なメンバーだなと改めて実感しました。続いて、リサちゃんの踊り方がお嬢出ちゃってる。めっちゃ可愛かった。推しのフィルターかかってると思うんですけど、リサちゃんは3階席から見てても、もう発光するような白さがもう足元から顔からバーンって出てて、で、動きがちょっと内股で踊るんですよ。だからめっちゃお嬢様感出てて、ヒップホップ的な動きもあんまりしなくて、もうあくまでもバレエがこう主体というか、モダン系というか、ジャズ系というか、なんて言えばいいんでしょうか。もうすごくね、お嬢様感が出てるダンスで素敵でした。可愛かった。なんからしさが出る。遠くから見ててもわかるなって思いました。そして、ガチャの伏線なんですけど、ガチャのコーナーがあって、で、私の夜公演の時はですね、ここだけちょっとネタバレになるんで見たくない人はちょっと見ないでください。でもこれが DVD 化されるかわかんないんで、よくわかんないんですけど。ガチャで桜が出たんですよ、サクサク。で、その時に私の後ろに座ってた方が、え？ということは？みたいなことを、なんかもう心の声が漏れちゃってたんですよ。で、ってことは私は今まで現場に行けてなかったんですけど、サクサクはアンコールで歌う曲だったっぽくて、どうやら。だからもうその時から、あ、今日新曲が最後披露されるなっていう伏線が張られてたんですよ。で、ちょっと会場がざわめいて、どよめいてたのがすごく印象的でした。あと、おだりんの時にみんなでタオル振り回すと思うんですけど、あれ、思うほど振り回せませんね。やっぱそれこそ大きく振り回すと後ろの邪魔になるし、なんか、思ったよりわかんない。3階席だからなのかわかんないんですけど、なんかね、もう、私すっげえもうこういう感じなのかと思って、もう迷惑客ですよね。思ったんですけど、違くて、なんか割とみんな、女の子だからかもしれない。可愛い子が多いから、それこそ暴れるっていう感じではなかったので、かもしれないんですけど、みんな、こういう感じで、可愛く、振ってたんです。やけん、ちょっと見当違いでした、私。在宅オタクだから私、家だったら多分、これなんですよ。湘南の風かなみたいな。だから、ちょっとびっくりしました。でも確かにそんな回し方したら後ろに迷惑かかっちゃうけど。でもさ、回せって言われたら回したくなるじゃんみたいな葛藤ですよね。はい。あと最後に、これはなんかショールームで質問いただいたんですけど、MV の前にカウントダウンありました。カウントダウンが始まって、で、ポーンってタイトルが出てきて、で、あの子コンプレックスって出て、あの子コンプレックスって誰みたいな。後ろの席の方は、これ、いおりさん来るんじゃないのとかって言ってて、で、私の隣の席の子もいおりちゃん推しだったので、これ、いおりちゃん来たら私、隣の席の人と抱き合っちゃうかもしれないみたいな風に思ってたら、マイカさんがこう、登場して、あー、マイカちゃんやーって思って、でもそれはそれで嬉しくて楽しみで、もう何、どんな曲からのピアノイントロ来て、来たーみたいな、もう神曲来ましたーみたいな感じで、もう昇天しました。はい。とっても楽しい一日となりました。っていうのが、コンサートでの感想です。はい、ここまでドゥルルルルルって喋ってきたんですけど、まだ気になることがある方はぜひ質問はコメントでお願いします。またどっかの動画でお話しします。それから配信でお話しします。はい、ということで今日はイコラブちゃんのライブ初参戦の感想をお話しさせていただきました。この動画が良かったよと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。